しもし、もしもし、もしもし、広告ありがとうございます。クレトシーファンさん、なんて書いたんだろう。わあ、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもこんばんは。アンティルドーンはやるなら海外版をやります。広告ありがとうございます。そうそうそう、うつ病、ゲーム、何のゲーム作るかちょっと悩みすぎた制作者が、うつ病にかかってしまって、なんか精神的におかしくなっちゃって、その時の精神状態をゲームにそのまま、やったらしいです。あ、ありがとうございます。広告ありがとう。皆さんこんばんは。トッシーだよ。お久しぶりです。あ、エルスワースサブアカさんありがとう。おかしくないよ。おかしくない。あれ、何回挨拶するの。あれ、そんなに挨拶しましたっけ。どうもこんばんは。いや、だって嬉しいじゃん。久しぶりじゃないですか。4日ぶりぐらいだよ。4日ぶりぐらいだよ。寂しかったでしょ？ねえ、寂しかったでしょ？ねえねえねえ。寂しかったでしょ？うわーって今首絞めたから。じゃあ、挨拶していきまーす。あ、ゆされなさん、ありがとう。悲鳴がホラーな、おすすめの生すみ、生すみじゃない、生主です。ありがとう。じゃあ、挨拶していきます。ミカさん、キューブさん、ココメさん、トムクルリーさん、カズさん、秋元やすじさん、あーちゃん、シラヌイさん、15個目さん、カガーリンさん、23個目さん、ヤマーダさん、ヌルグロさん、病弱ちゃん、はいさーい、伝説のマグロが帰ってきたぞー、ちょっちねーさん、38個目さん、41個目さん、2個目さん、4個目さん、46個目さん、51個目さん、カムイさん、56個目さん、いらっしゃい、67個目さん、KY さん、83個目さん、88個目さん、94個目さん、117個目さん、アリーナのバンニーさん、いらっしゃい。トシーさんが声を出した途端は、はぐれデーモンが落ちて消えることを、121個目さん、いらっしゃい。リスナーさんが一人消えた。え、一人だけ？じゃあ、早速やっていきまーす。121個目さん、いらっしゃい。面白そうだよね。効果音。全部100でいいんじゃん、これ。全部100でいいよね。エクストラ、音量的にどうですか？ポンズさん、いらっしゃい。そう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 。作者の精神的になんか病んでた時期をそのまま、あれにしたって感じかな。効果音90、90、90ぐらいにしよっか。
はい、じゃあやっていきまーす。走る、ポーズ。走る、ポーズ、調べる、移動、OK。はい、始まりました。あら。150個目さん依頼者。ディ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 、あ、すごい、自由に動ける。面白い、もう始まってる。お、走れる、走れる、すごい。ディディディ、あ、迷子さん依頼者。あれ、ひながえないで書いてくれたんでね、ありがとう。イエーイ。面白いゲームだね。疲れてるね。こんなんで疲れちゃねえよ。なんなの、ここのぐらいで疲れやがってボケは。もっと疲れろよ。あー、もっと疲れろ。なかなか楽しいな。そうそうそう、172個目さんの言う通り。なんか暗いね。お、スルリンさんいらっしゃい。これ中になんか入れそうじゃない？入れない。走り方ダサくない？え？え、ちょっと待って待って、ちょっと見て見て見てね。あの、走るときに足と手が一緒に動いてる。足と手が一緒に動いてる。なんかおかしいなと思ったよ。あれはちょっと運動できない人の走り方だよね。ルナちゃんとベロチューしたいさん、イタチ3個目さんいらっしゃい。ハクさんいらっしゃい。おしっこ、うんこしろ、うんこ。うんこ、うんこ出せ、うんこ。うんこ出さないか？タケプさんいらっしゃい。図がシュールすぎる。いやでもなかなか味のあるゲームだよね。うん、いい感じ、いい感じ、楽しい。いや、なかなかいい感じだよね。うんけ。みんなと同じ匂いだよね、うんけって言ったら。同じ方の手足を同時に出す足かって、嘘。脱出ですね。あの、これナイトメアなんですよ。悪夢なんですよ。ネバーエンディングなんですよ。終わりのない悪夢からの脱出を目標とするゲームです。いや、あれが悪夢なんでしょう。あの、女の子を刺して殺してしまったっていう悪夢だから起きたんでしょ、今。なんかよくこれな、血の涙出るよ多分。よそよそ、あ、それそれ、195個目さんの言う通りね。195個目さんの言う通り、これこれね、これ、あ、違う違う、間違った間違った、間違った、これこれこれね、これ間違った、これです。
精神の病に苦しんでいた開発者自身の感覚、そのなんか病んでた心をそのままゲームにしましたみたいな。間違って初見プレイって言っちゃった。229コミさん偉いさん、よいしょ。じゃあ進んでいく。229コミさん、こんばんは。どうも。いやでもこれは売れたんじゃないの？これめっちゃ面白そうさ。見てて。なんか殺人鬼とか出てきたりするのかな？あれみたいな。ハサミを持った。あれ、うん、スタートしてるよ。これチュートリアルじゃないの？あ、そうそう、クロックタワーなんじゃないのこれ。見えないわ、小さすぎて。はい。こんなもんね。これ1480円ぐらい。1480円ぐらいですね。トゥシーにぶっ込みたいさんいらっしゃい。お安いですよ。最近までプレステ4ではダウンロードできなかったんだよね。パソコン版しかなかったみたいなんだけど、三村さんいらっしゃい。最近できるようになったの。なんだあの闇、あ、誰かいる。いなくなったね。入れたりするんかなこれ。入れないのかよ。エンディングが3つあるんだって。3つあるエンディングがあるらしいから。263個目さん依頼さん、あ、そうなんだ。うつの人の視界が暗い。おお、鳥がなんだよ、血がついてるな。血がついてるけど別にそんなもんか。ガスの血がついてる、怖い。よし、ジグさん、シュンさんいらっしゃい。いや、歯じゃなくて。ひどいんじゃない？そんなもんだろ。いや、びっくり系はあんまり好きじゃない。びっくり系は、すっごい苦手。ドゥームで、びっくりポイント多すぎて、死ぬかと思った。びっくりしすぎ。血が滴ってるね。ほら、舐めろよ。ほら。ほら、舐めろよ、血。お！あ、これ、ミンチ制作機械。これみんなの、ツーさんいらっしゃい。みんなの手を突っ込んで、で、わしがぐるぐる回したらいいんでしょう。そしたら、ミンチ肉できるね。みんなのみんなをミンチに。いいね。発想が最高。いや、そんなもんだろ。
311コムセール、少々精神的にうってなるゲームっぽいよ。まあどんな感じになるかだね。まあその何、うつ病の人がなんかこうやってなんか精神的に頭がおかしくなっちゃう感じを描いてるんでしょう。はい、いらっしゃい。I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. 君が死ぬ夢を。 That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. 夢だったね。326個目さん、依頼者。なんか音小さくない？なんか字幕書くなら、日本語の字幕じゃなくて、英語の字幕を書いてほしいよね。日本語訳やと、なんか下手くそな人が訳すと、通じない時があるから嫌なんだって。もうちょっとマシな訳し方しろよとか思っちゃうから歯が抜かれてる。よいしょ。そうそう。え、だから海外版で、海外版だと、英語の字幕が出るから、それだったら自分で訳しながらできるじゃん。ただ早いんだよね。海外版の字幕って、ネイティブの人に対しての字幕だから、すっごい早くて、あれなんだけど、大変なんだけどね。秋山さんいらっしゃい。346個目さん、347個目さんいらっしゃい。あ、なんでまた戻っちゃった。完璧じゃないよ、全然。なんとなくわかるぐらいだよ。え、だから大体ホラーゲーム海外版やってるじゃん。海外版やってるじゃん。私パソコンゲームはなんか放送でうまくできないから、パソコン版をやるのは嫌なの。え、だからだいたいプレステ3で取り寄せてやってたじゃん。海外ゲーム。これ誰これ？なんか絵が変わったりしないのかって見てた。355コメさんや、オバマ。オバマ大統領じゃないでしょ。今、広島にいるんだっけ？あれ、もう帰ったんだっけ？あ、そうなの。あ、もう帰った？そうだね。みんなはハゲだから違うね。ふさふさだもんね、今の人。私も英語一番苦手だったよ。私、英語大嫌いだったもん。入試の時に一番点数が悪かったね、英語でも。鬱になりそうなゲーム。うん、だから、鬱の人が作ったゲームだって。鬱病の人が作ったゲームだよ。373個目さえいらっしゃい。これもこっちも、あ、こっちも行けちゃう。いろんなとこ行けちゃう。ちさとさんいらっしゃい。
前か足で。じゃあちょっと一回下に降りてみろ。はいはいはい。降りるの遅いな。真っ暗じゃないか。わあびっくりした。私の入試2年前かな。はいはい、ほうじゃなくて。じゃあって56歳ってなんだよ。また戻っちゃった。さっきのは行くとこが間違ってたってことかな？よいしょ。全然じゃねえよ。このままちょんちょんちょん。そうだね。多分アイテムを拾わないといけないんだろうね。こっちに行ってみよう。マジじゃないよ。みんなのことを蝋人形にしてやるか。よいしょ。オッケー。マジ怖いじゃない。いいんじゃねえよ。よいしょ。世紀末？やばじゃない。デーモンかっか。ああ、私別にその人を考えて言ったわけじゃなくて、たまたま一緒だっただけで。たまたま一緒だっただけだ。戻ってきた。こう同じとこ？あれ戻ってきた？訳するとなんて言うゲーム？終わりのない悪夢かな。ヘローさんいれさ。終わりのない悪夢じゃない？広いな、家。よいしょ。同じとこに戻ってきたとこっち行くか。あ、どうも。あ、頭切られる。あ、頭切られた。時計の中からなんか出てくるとか。なんか出せよ、早く。早く出せよ。アイテム。何も出ないんか。ジャンプできないわ。よいしょ。私の家と同じくらい。まあね。武器とかないのさ。あ、なんかいたよ。みんなが覗きに来たんだね。よいしょ。みんなびっくりした？じゃあ私もびっくりしよう。キャー！影が通った、怖い。よし。けー。オッケーだぜ。オッケーだぜ。まあ面白いよ。まあ1400円だからね。
はい、どうも。473、コメさんいらっしゃい。何これ。誰これ。これ誰？野口秀夫。秀代か。野口秀夫。ジョンって誰で。雨降ってきた。そうだよ、野口秀夫だよ。うわ、暗い。これはダメだ。これ暗すぎてダメだな。多分、入ったら、また、夢の中に戻されるね。これ入っちゃダメだな。プレイステ4だよ。48、あ47、コミさんいらっしゃい。オッケー、ゲットした。イエーイ。お。マイガッド。Why have you for 何これ、何見えん for、 なんて書いてある。 for sake、 何これ読めない読めないんだけど。み。下手くそすぎるぞ。もうちょっと読めるように書けぼけ。え？ T なんてどこにあるの？それはわかるよ。Why have you forsaken ってどういう意味？ちょっと調べよう。そうなの？なんていうもの、あんまり使わない単語。へえ。うん。これはわからないわ。トイック950点以上の取得ができる人は覚えておきたい単語だって。これはわからないわ。聞いたことない。見捨てられただって。孤独なとか見捨てられただって。なぜ君は僕を見捨てたの？みたいな感じだよ。ああ、神様、なぜあなたは僕を見捨てたの？って言ってるんだよ。見捨ててないよ。殺しただけだよ。950以上だよ。オッケー。あ、書いてある。あ、書いて、読めるじゃん。読めるんかい。ふざけんな見れるんかい。あんま合ってたね。まあ合ってるじゃん。合ってるじゃん。まあ合ってたってことでしょ。
答え合わせが。はい。何、スチームだと150円なんだ。でも私放送したいから別に10倍でいいよ。1480円ぐらいで買ったんだけど、私スチームだとなんか放送できないんですよ。だから別にいいよ。いやでもこのぐらいのなんか単語調べながらだったらできるんじゃない？だって会話が流れてしまうわけじゃないから、別になんか英単語帳でも持ちながらやったらいいじゃん。あ、なんかいた。自分だった。戻ってきただけかい。うん、そうそうそう、お勉強になるしね。私もなんか海外ゲームばっかりやってた時はなんか結構スピーディーに訳しながらゲームできたよ。最近やってないからもう それもなんか多分できなくなってると思うけど、598コンサイレンさん。いや、あのネイティブ用の、あの字幕だとめちゃめちゃ早いから、すごい鍛えられるよ。じゃあ本当に。早く訳さないといけないと、もう流れちゃうから。戻ってきたね。違うな。多分一旦戻って最初あのナイトメアで起きたところに戻るんだよ多分。あったあったあった、ここに戻れってことだよ。みんなすごいびっくりやってた？やった、斧ゲット、無敵じゃん。 OK。 おお、痛い。敵だね。思い違った。自分の血管を指で引き抜いたっていう感じかな。多分、あの中の動脈を引き抜いたっていう演出じゃないですかね。うつ病の人って何、あんな感じなの？戻ったりできるの？あ、戻るともうナイトメアだ。へぇー。
だね。なんか後ろから迫ってきてるんだけど。脅迫精神系障害。あ、じゃあ何、気持ちがもう、うーってなってたんだね。よいしょ。よいしょ。はい、行け。はーい。そう。吐きそうにな、そう。それだったらもうゾンビちゃんぐちゃって言ってた方がグロいさ。ねえ、あ。パッと起きるよ。ほら。よいしょ。ちょっと待って。なかなか面白いね、演出的に。わあ、暗い。音楽変わった。怖いね。お。なんだなんだ。暗くなったね。あれ、鏡を見ているのかな？わしに似てるんじゃ。やばい、わしに似てるんじゃん、これ。鼻割れしてるんじゃなくて。やばいな。あ、やばいやばいやばい。あ、やばい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 。やばいやばい、自分の顔もろに出しそうになった。あ、ないね。部分部分隠してる。のとかないわ。ない。見せらんない。ごめんね。もう全部スマホにあるから、もうパソコンにあるのって言ったら、あんまりそんなないわ。679、コミさん、年上の苦酸っぱい運慶の三星大さんいらっしゃる。そんなに似てない。免許証の写真？免許証の写真なんてもう犯罪者だから。あ、入っちゃった。なになに？青鬼かな？青鬼みたいに逃げて隠れろってことだね。青鬼やったことないんですけどね。覚えておかないとやばいね。捕まったら殺されるっていう感じかな。これ本当だね。多分だけど、普通の人がやったら多分精神的に疲れそう。私も普通の人だからすごい疲れる。怖ーい。怖いもん。ね、はいはいじゃなくて。怖いよね。結構怖いよね。また出てきた。718コミさんいらっし
ね。髪型変わってたね。あれ？すっごい疲れる。ノイノイさんいらっしゃい。人形がまばたきした？あ、そうなの？いや、わかんない。今どこにいるのか全然わかんない。迷うね。あ、何？顔出しじゃねえよ。どこにいるのか全然わかんない。夢の中だろうけど。あ、戻ってきた。いや、わかんない。あっ、レシータじゃないわ。うわ、戻ってきた。745コメサイレンさん、かわいいか。756コメサイレンさん、戻ってくるよ、また。あ、戻ってきた。めっちゃあのコントローラーがめちゃめちゃ揺れる。あ、めっちゃなんか匂われた。いなくなった瞬間に出て、走って逃げる。よし。オッケー、捕まらなかった。くっさじゃないわ。捕まったらなんだろう、頭をひねりつぶされるのかな。あの、グキって。捕まってみてもよかったよね。どうせ夢なんだし。夢の中ぐらい死んでみてもいいんさ。ねえ。あ。まあでもちゃんとクリアしようよ。肌荒れひどくなったね。すごい、これなんか結構疲れるゲームかも。考えますね、割と。いや、面白いな。ただでもドンドンドンってならないから、多分いない。いい気分になるゲームではないね。精神的に追い詰められていくゲームっぽいね。だってあれだもん、なんだ、ゾンビとかだったらぶっ殺ちゃんしたら快感を得られるじゃないですか。でもこのゲームはなんかそういう爽快感がないから、苦痛になっていくだけっぽい感じがするね。何これ、マップも ネバーエンディングマップみたいな感じなんだね。
また下に降りる感じだ。はい、いらっしゃい。いや、まだドンドンってなってないから来ないね。来ないよ。あ、少し変わった。少しずつ違う場所に行ってる感じがする。あっ、やめろー、助けてー、危なーい。ギリギリだったね。危なかった。おえーい。トロールっぽいね。やばい、来た。あれ？開けないでね、開けないでね。え、この人頭悪すぎじゃない？アホの子だね。あっち行け、あっちまで行け。よーし、あっちまで行った。よし。行けー。さあさあさあだね。やばい。あー、いたー、嘘だー。なんじゃこりゃ。あっち行け。はい、もうちょっと行ってください。え、こっち来た、こっち来た。やめろやめろ。あっち行っちゃった。くる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 。あっち行け。837コミさんいらっしゃい。顔なんか可愛く見えてきたね。ビリケンさんが怒った時こんな感じなんじゃない？なんかあっち行け。よし。よし。いや。どうしたらいいのこれ。なんだろうね、名前。もう頭悪いみたい、この子。あっち行け。よーし。
に戻ってきやがった。ちょっとあっち行け、もう。また戻ってきた。誰かあっち行って。よし。あ、大丈夫そう。見つかってない。オッケー。オッケーですね。こういうのなくなった。よし。進んだ進んだ。あ、また死んでる。どうもー。もう一回、自分を刺すの？あ、さっきのシーンだ。戻ってきた、また。あ、なんか精神病院みたいなとこにいる。え？なんか精神病院っぽくなったよ。場所が。この人入院歴あるんだ。872個目さんいらっしゃい。あ、いた。あれでしょ、精神病院って壁に頭を打ちつけて死んだりするからクッションつけてるんでしょ。頭をバーンってぶつけて死んだりしないように。872個目さんいるじゃん。そうそうそう。いや、壁に頭を打ちつけて死んだりするから、精神病患者は。よいしょ。入ってはいないです。鍵がかかってる。ちょいちょい映る部屋。いや、あれは見たの。各隔離病棟を見たの。映るんじゃなくて、これを覗いてるのかって。これも覗きまーす。特に何もないね。知らん、普通じゃないの。うおー !My god. Why have you... また、Forsaken に、また同じことが書いてる。チラリズム。なんか誰か喋った。うーって言った。爪なんとかだ。似てたね。なんかうふうみたいな声してた。お風呂、これ何、これ、なんだこれは。お、血がついてる。なんか日本酒、ね、日本酒作るやつみたいだね。醤油、醤油、醤油もあんな感じ。言ってる。うべべべ、言ってる。
いい虫じゃない。ボイスとシエーズだよ。お、入れるようになった。違います。でも私多分キチガイの役が与えられたらもう一生懸命当てれこしますね。いや、例えば生きたまま内臓を引きちぎって喜ぶ人みたいな役とか。あ、足が痛い。見て見て、ガラスで足が痛い。見て見て、痛い。ガラスが足に刺さって血まみれになってるよ。何もないな。ちょっとこっちに入ってみて。止まってるね。制作者に見せたら。ぶっころちゃん成分はないゲームだね。精神攻撃がきついゲームだね。963個ミサイルさ、やってて疲れるのは確かかも。性癖？963組さんいないさ。別にやばくない。あ、なんか誰かいる。おじいさん、こんにちは。こんにちは、おじいさん。どうも。はい。影だったね、みんなだったね。こんばんは、メガネさん、いらっしゃい。あ、見て見て、腕が引きちぎられてる。食べろ。食べろよ、早く。早く食べろって。食べないのかよ。よいしょ。リンゴさん入れさ、ほっこりする絵でしょ。なかなか楽しいよ。血まみれの床とか。ね。なんかアテレコのなんか気違いとかがあったらちょっとマジでやってみたいんだけど。拷問部屋で拷問していて、なんか
泣くがいい、叫ぶがいい、誰も来ないよ、へへ、みたいな。お前の内臓、みたいな。引きちぎってやるわ、みたいな感じ。996個目さえ偉いさ。おお、びっくり。103個目さえ偉いさ。おお、びっくりした、びっくりした。ねるねるねるねは違うよ。ねるねるねるねは。へへ。寝れば寝るほど色が変わって。よし。なんかアイテムとかないのかな。本人ではないけど。いやでもなんか、なんだったかな。あのね、スマイルプリキュア。スマイルプリキュアに出てくる、マジョリーナ。マジョリーナの声が、すごい自分に似てるんじゃないかなって、思ってた。スマイルプリキュアだよ。あ、食べられた。食べられた。食べられた。するためのアイテムがあるはず。例えばプラスドライバーとか、飛びかかってきたところをあいつは両手は塞がってるから、あのプラスドライバーをピッて前に向けるだけで刺さってくれるはず。ぐちゅって。脳みそに向けて、こうピッてやっただけで、頭刺さるから。あ、嘘、走ってた。あー、やれー。何あれ、どうやって避けるんだろう。え、どうやって避けたらいいの。走って下に落ちていった。どうしたらいいんだ。あ、わかった。わかった。ほら、ほら、イエーイ。見つかったらやられる。
いや、音と、血じゃないのかな。あ、こっち来た。ったらやられるのかな。音か。こうだね。いい感じだ。よし、あっち行け。中にヒントがあったりするのかな。OK です。アクションゲームだね。アクションゲームだね。目を合わせてはいけないね。また戻ってきた。くしゃみ？へえ、くしゃーん。くそぼけー。ゲローっていう。起きて。ウェイクアップ。さんじゃん。見て見て、血まみれ。Mac も対応。あ、そうなんだ。なんか Steam ゲーム、パソコンゲーム、Steam でゲームできるから、なんか Steam だと何、いくらって書いてた？ 150 円だっけ？ Steam で。150円だって、リンゴさん。ちなみに、わしは、1500円で買いました。プレステ4版。プレステ4版は1500円ですね。あ、見て見て、死体がある。見て見て、死体があるよ。見て見て、死体が山積みにされてる。女性はいくらで買えますか？いくらだろう。いやくそー。抱っこは5億円かな。1もみ4000円。タッチ1万円ぐらいでいいかな。ひともみ5万円かな。握手500円かな。パンチラは別に、わかんない。100円ぐらいかな。よいしょ。なんかもう別にいいやと思って。減るもんじゃないしね。見せるぐらいだったらとか言って。見せ、ちょっとタッチするぐらいだったら、
お酒入ってたらなんかもう別にどうでもいいやとか思っちゃう時がある。よいしょ。迷惑ですじゃない。よいしょ。よいしょ。殴ってくれるのはただだよ。レロレロ。すべてはエブリシング。またいた。ハゲてるとこ舐めたらあれみたいさ。ここで待って。やばい、めっちゃ近い。すいません、近いんだけど無理じゃね。そう、この人目がつぶれてる。私はスミスです。I'm afraid you're mistaken. 人違いです。何これ？精神病棟に長期入院中です、あなたはだって。I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out.後ろからちょっと襲ってみよう。お前の内臓ダメだね、これ以上近づけない。匂い嗅いでみて、嗅げないよ。クンクン、みんなそういうことやるんだね。内臓ですね、脳みそだね。あのバタリアンは脳みそが大好きだから。え、まだ全然同じとこに出た。ちょっとこれどうしたらいいの。え、どうやって越えるのここ。タールマン、何してタールマンって。いやー助けてー。いやーどうしようもなくない、あれどうやって行くの。え、どうやって行くの。1155コムサイダーさん、え、アイテムあるか。なんかなくない。え、どうしたらいいんだろう。え、バタリアに出てくるゾンビ、え、どうしたらいいんだ。分かった、ここで音を立てて、それで上に逃げる。ほら。オッケー。で、ここで、この人は目が見えないから。あれ、戻っちゃう？あ、戻られちゃった。どこまで？あ、そっちまで戻るんだ。わかった。そういうことか、やっぱり。ここで音を出会ったらこっちに逃げる。ほら。オッケー。死体が山盛り。
走ったら追いつかれる。てか気づかれちゃう。夢は罪人を追い詰める。Enemy of the guilty。Enemy of the guilty。わー、いらっしゃい。あ、誰もいないか。すべては嘘。ライ。Everything is a lie。資産入れさ、狭い狭い、なんじゃこりゃ。おお崖から飛び降りようとしてる。あああれ、子供になった。あれ、子供になったよ。なんだなんだ。なんじゃなんじゃなんじゃ、どこ行けばいいんだ。いや、わかんない。さっきのはあれでよかったんかな。できちゃった。首切るやつで、ぐちゃ。はい。やり直しなの？うそ。この子はもともとの自分っていう感じじゃないの？子供に息切れを聞いてのこっちも苦しい。優しい、ね、これやり直しなの本当に。体力ないね、この人。戻ってきた。あれ、元々の家に戻ってきた。これで悪夢から目が覚めるのかな。お金持ちだね。
分の部屋でおねんねしたら目が覚めるみたいな感じ。わかんないけど。戻ってきた自分のお布団にそれで寝るのかな。え、進まない。え、ちょっと待って、戻ってきたけど全然進まない。え、何、どこに行けばよかったの。逆だったの、もしかして。マジか。え、もう一回行かなきゃいけないぞ。え、めんどくさい。闇に取り込められる。食べられた。じゃあ、ドクターは見せたいものがあるからこっち来て。フォローミー。ついてきて。どこ？え？え？え？どどえええ？え？え？どこに行けばいいのこれ？こっちだね、足跡ある。ハリアップ。見せたいものがある。おお、死体があるよ。見て見て、内臓が飛び出てるよ、ネズミちゃんの。レッツゴー。ハリー、ハリー。あ、またある。見て見て、ディスの内臓が出てるよ。
Chongucha. Tommy, you gotta run. Tommy. You got make you got run って言ったの。キャッチミー、捕まえてごらんって言ってるね。ハリー、よいしょ。あー、トミー、ハブランって言ってんだ。どっちだ、こっちか。出ていた。You got what out って言ったのかな。持っちゃうと見れない。内臓食べてる。よいしょ。見て見て、内臓が食べられてるよ。鹿の内臓。よいしょ。Hurry up! 1207個目サイラじゃん。よいしょ。楽しいぞ。グロいね。ねえ、あえ、見せたいものがあるのって自分の死体？参加どうもありがとうございます。仲良くしてくださいね。うる、ちょっとアクトリさんを取り入れてみた。よいしょ。クソじゃないわ。よいしょ。家ってなんていうの、かわいく言ったって何の得にもなんないでしょ。それじゃちょっと気持ち悪い方がいいぞ。なんかかわいい人なんてもうニコ生もいっぱいいるから、対抗心燃やしたっても負けるだけだから、ほっとけほっとけ。ルルルルって言っといたらいいよ。ルルルルルって。うん、もういいよ。私はもう頭おかしいキャラで。よいしょ。よいしょ。また精神病棟だ。キャラじゃないんだよな、じゃない。あいついる？いた、いた。あいつに見つからないように歩かないとね。ここで待って。あっちまで行ってください、リスナーさん。行かないんかーい。ひーって言ってる。もうちょっとそっち行って。オッケー、見つからなかった。
人はっていうか普通の人が作ったんでしょこのゲーム。疲れすぎだよ坊や。なんかね普通に思っちゃうのかもしれないよね。顔出しづらいか。悪化してるね。よしもでもお肌悪化してる今。お。1249コミさん偉いさん。前回の住人は落下で死んだね。今日一カラフルだね。神に救いを求めた。これだけ？ここ。こっち行くか。よいしょ。したらラテン語？わかんない。ありゃー食べられちゃった。猫背だね、この子。あれ戻って、あ、まばたきした。戻ったよ。超眠くなってきたけど、これって自動セーブなのか？セーブしてやめるってある？あ、後ろからなんか人形が歩いてきたよ今。あ、いなくなった。人形が歩いてきてた今。1269コメサイレンサー。
読者ネーム。眠いね。一回セーブして。よし、じゃあ終わろっか。もうちょっとやりたい人。もうちょっとやりたい人。で、やりたくない人。ごめん、ちょっとね、眠すぎる。ということで。エクストラ。スタッフロールとかだよ。お疲れ様でした。また、明日あたり遊びましょうね。ということで、お相手はトッシーでした。おやすみなさい。またね。